フランシスコ・バイユーは、スペインの画家である。スペインをカルロス3世の宮廷画家を務め、宗教画や肖像画を描いた。フランシスコ・デ・ゴヤの義理の兄である。アラゴン州のサラゴサで、下界の道具や床屋の道具を作る職人の息子に、生まれた。弟のマヌエル・バイユーとラモーン・バイユー、リモーン・ベイウ・ウアイサ・サビアズ。 1744から1793も画家になり、妹のホセイ・ファバイユーは、フランシスコ・デゴヤと結婚した。サラゴサで、メルクライニア・ホセルザンに学んだ後、1758年に2年間の奨学金を得て、マドリードの王立産フェルナンド美術アカデミーに入学したが、2ヶ月後、教授のアントニオ・ゴンサレス・ベラスケスと対立し、美術アカデミーを辞め帰京した。 故郷で装飾画家として修道院や教会の装飾画を描いていた。1761年にマドリード王宮の改装工事のためにスペインに招かれたアントン・ラファエル・メングスがバユーの才能に注目し、1762年から王宮の装飾の制作に助手として採用した。その後も王室の仕事をするようになった。1767年に 宮廷画家に任じられ、多くの宮殿の装飾画を描いた。小屋の最初の支援者の一人で、小屋を宮廷に紹介し、1774年に27歳の小屋は、バユーの妹と結婚し、王立タペストリー工場で働き始めた。1777年に、メングスが病気でローマに戻った後、 王立タペストリー工場の監督も含め、メングスのスペインでの仕事を引き継いだ。1785年に、マリアーノ・サルバドール・マエラと王室の美術コレクションの修復を行った。1788年に、王立アカデミーの絵画部門の監督になり、1795年に校長となったがその年、病気で没死した。マドリード王宮の壁画性家族と天使たち。 ありがとうございます。